我々は40年間堅牢なピックアップトラックを生産してきました。470万台以上のトライトンおよび L200 を世界150カ国でお客様に使っていただき、いろいろな役割を果たしてきました。しかしこの成功に至る道はそう簡単なものではありませんでした。我々のエンジニアやデザイナーにとってオンロード、オフロード、そして全ての機構において頑丈で信頼性の高いピックアップトラックを開発・生産することは真の意味での挑戦でした。過去40年間そのための知見は我々の技術者から技術者に引き継がれてきました。我々はお客様の声に耳を傾け、実際にトライトンのことを見つめてきました。その結果、我々は世界で最高のピックアップトラックを作ってきたと信じています。さらに技術を磨き上げたトライトンができました。さあ、新しいトライトンを作った我々の技術者を紹介しましょう。MMC にとってピックアップというのは車作りの原点であるというふうに思っています。1978年に最初のピックアップトラックを出しましたが、それ以来40年間基本に忠実に進化させてきた車です。お客様が商用ユースということで、カスタマーファースト、それからコストマインド、それと当社の強みであります技術力、こういったものを支える、まさに当社の車作りの原点と言っていいかと思います。ダイバーシティと効率化へのチャレンジ、これが一番大きいんじゃないかと思います。やはりチャレンジ精神を持って諦めずにこれを克服していく、これが我々のエンジニアリングのこだわりではないかと思います。それとお客様の声を聞いて、でそのお客様を喜ばせたいと、その一心で開発をしているというふうに思っております。堅牢性、それから耐久性、これを第一に開発してきました。最近では高まるプライベートユーズの要求に応えまして、そういった快適性でありますとか、あるいは静粛性、そういったものにも応えてきたという形になります。このニュートライトンは耐久性、それから快適性、それから実用性、このバランスをさらに高めた、いわばピックアップトラックの完成形と言ってもいいのではないでしょうか。今回我々が掲げているニュートライトンのモデルチェンジのキーワードとして、エンジニアードビヨンドタフという言葉があります。ビヨンドタフというのは単なるタフ、見た目だけのタフというわけではなくて、真の力強さ、信頼、こういったものを表しているという言葉なんですね。当社ビッグアップトラックの商品開発では、働く現場でお使いになっているプロフェッショナルの皆様からも認められるよう、真の耐久性を追求してきました。装備仕様では先進安全装備を充実させています。フォワードコリジョンミティゲーション、ブラインドスポットウォーニング、ウルトラソニックミスアクセレレーションシステム、そしてリアクロストラフィックアラート、より安全安心にお客様にお使いいただけるよう、今回これらを新規開発いたしました。当社の強みである四駆性能については、今回オフロードモードを開発しました。グラベル、マッド&スノー、サンド、ロック、この4つものモードがあり、コンソール上にあるスイッチの切り替えでモードを選択することができます。路面状況に応じて適切な駆動力がコントロールできるようになっています。さらにヒルディセントコントロールも新規追加しました。外観デザイン、そして装備、機能、これらを全て大きく進化させることで、トライトンの新しい力強さ、タフをお客様にお届けする、これが今回のモデルチェンジの目的です。新型トライトンのデザインコンセプトはロックソリッドです。働く現場で力強く堅牢で頼りになる相棒となるようなデザインを目指しました。
フェイスデザインは三菱デザインのコンセプトであるダイナミックシールドをさらに進化させ、水平垂直基調の構成によりさらにクローム部を太くすることによって力強く剛性感のあるデザインとしました。また DRL は彫刻的で深みのある立体的なグリルからつながる特徴的なシグネチャーを採用し、フロントマスクとしての一体感、そして彫刻的なデザインをフロントデザインに演出いたしました。サイドデザインは前後に伸びたキャラクターラインにより伸びやかさを表現するとともに、荷台後方の下端のキャラクターラインを下げてボディサイド全体の厚みを増やせました。テールランプは外側に、そして上下いっぱいまで光るようにレイアウトし、そして特徴的なテールランプのグラフィックにより一目でわかるトライトンらしさを表現しました。今回ダイヤモンドカラーシリーズ第2弾となるホワイトダイヤモンドを投入いたします。パールの輝きと金属的な陰影を併せ持つ、今までにない三菱独自の質感の色に仕上げてまいりました。私たちの新しいブランドメッセージ、ドライブ・ユア・アンビションにもあるように、人生を楽しみたい皆さんの探求心に応え、挑戦を後押しできるような頼りになるピックアップトラックとして今回開発を行いました。